ブライアン・オーニール・ジョーダンは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルチモア出身の元プロ野球選手、及び元アメリカンフットボール選手、MLB 選手と NFL 選手を兼業した、マルチアスリートとして知られている。高校時代は、野球、アメリカンフットボール、バスケットボールで活躍した。1985年の MLB ドラフト20目で、クリーブランド・インディアンから指名を受けたが、 入団せず、リッチモンド大学に進学した。リッチモンド大学時代は、野球とアメリカンフットボールの両方でプレーしており、1988年には、MLB ドラフト一巡目追保で、セントルイスカージナルスから、1989年には、NFL ドラフト七巡目指名で、バッファロービルズからそれぞれ指名され、共に、プロ契約を結んだ。 プロ入り当初は、フットボールの方に比重を置いており、1989年から1991年までの3年間で、ファルコンズの選手として公式戦36試合に出場した。また、同時期に野球の方ではマイナーでプレーしており、1991年にはトリプル A 級まで到達した。1992年より野球に専念。 同年4月8日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。1995年に右翼種のレギュラーを獲得し、133試合に出場して打率。296.22本塁が81打点、24盗塁の成績を残した。翌1996年には100打点を突破。1997年は、 追加版を痛めて47試合の出場に終わったものの1998年には自己最高の打率316.25本塁打と復活したオフに FA となった1998年11月23日にアトランタブレーブスと5年間総額4000万ドルで契約遺跡1年目の1999年は 自己最多の115打点を挙げるなど4番の重積を果たした。さらに共に自身初となるオールスター選出、ワールドシリーズ出場を経験した。2000年、2001年もレギュラーとして地区優勝に貢献した。また、かつて同じアトランタにあるファルコンズに在籍していたこともあり、ブレーブス時代は大きな声援を浴びていた。2002年1月15日に、 ゲイリー・シェフィールドとのトレードで、オダリス・ペレスと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2003年オフに FA となった。2004年1月8日にテキサス・レンジャーズへ移籍した。2005年1月19日に、ブレーブスと1年契約を結んだ。ブレーブスには2006年まで在籍し、同年に引退した。引退後は、フォックススポーツで解説者として活動している。 また、アパレル会社のオーナーも務めている。ありがとうございます。